あれハイブリッドじゃなくて、なんだっけ、また忘れちゃって。マルチウィンドウっていうアプリでスマホを二分割して、上が、シンプルプランじゃねえ、シンプルノートにまとめた文章で、下がメタっていうやつのライブ配信でもやってます。国際機関というプレイヤーが中国やロシアでのショック療法、ナオミ・クラインが明らかにしたショック・ドクトリンという手法は、イデオロギーや国家単位の枠組みから見るだけではその本質は見えません。重要なのはお金の流れ、もっと言えば人間の欲望の先を見つめることなのです。リーダーや複数の勢力が共通の欲望でつながった時、そこにはショック・ドクトリンが生まれる素地ができるというと分かりやすいかもしれません。イラクでもロシアでもショック・ドクトリンがもたらしたものは、実体経済の破壊と外国資本による侵略、略奪でした。けれど、本来の大義名分である経済の健全化が完全に失敗したことを取り上げるべきメディアは、フセインやプーチンといった個人の問題に偽証化したり、イラク人、ロシア人という民族を何とか、何する、報道でその本質から巧みに目をそらさせてきたのです。歴史から学ぶという人類の特権を奪うこの行為が腐敗でなければ一体何を腐敗と呼ぶのでしょうか。戦争ショック・ドクトリン、株式会社化する国家と新植民地主義、911によって引き起こされたショック・ドクトリンの進化は、従来の戦争の定義そのものを2つの面で大きく書き換えてしまいました。1つ目は時間の制約です。それまでの国家対国家の戦争では、どちらかが勝利する講和が結ばれるなど、何かしら区切りがありました。ところが、テロとの戦いには区切りはありません。世界のどこかにテロリストが存在する限り、戦いは続いていくからです。2つ目は空間の制約です。国対国の戦争と違い、テロリスト対我々という新しい演奏では、敵は自国内も含め世界中どこにでも存在しうるため、もはや国境がありません。すると何が起きるでしょうか。戦争から時間と空間の制約がなくなったことにより、政府は国家を無制限の緊急事態下に置いておくことができるようになりました。セキュリティ産業にはまさに笑いが止まらない特需でしょう。911というショック・ドクトリンの下で導入されたもう一つのドクトリンは、当局による国民監視と言論統制の合理化でした。終了。